しかして道にでも迷った？え、私ですか？僕が話しかける相手他にいるかな？そんなに緊張しなくても。でも そうだね、こういう時は一応でも名乗っておいた方が安心できる。それは大丈夫、代わりに君の名前を教えてくれなんてことは言わないから。はじめましてかな。僕はケイって言うんだ。え？ん？僕の名前がどうかした？別にどっちでもいいよ。じゃあケイ君で。あれ？どうかした？樹齢のある木だからね。円樹っていう木なんだけど、寿命を伸ばすって字を当てることもあるんだ。へえ、それでこんなに育ったんだ。伸ばすのは人の寿命の方なんだけどね。花も実も葉も樹皮から根まで無駄なく薬になる木だから。あ、植物博士。たまたまだよ、この木には縁があってね。へえ、縁ですか。なるほど、思い出の場所とか。そうだね、この木は僕の大事な人の分身みたいな。いや、なんでもないんだ。ん、何？まあね。私はこの辺で。うん、気をつけて。迷子にならないように送ってあげたいけど、もう少しここにいたいんだ。ケイ君はお腹空かないんですか？食欲は抑えられる方なんだ、修行したから。修行？
ああ、そうだ。何ですか？最後に一つ、忠告しておくよ。はい？君はもうここには近づかない方がいい。どうして？どうしてもだよ。さ、もう帰るんだろ。豆とか靴ずれできてるんだろうな。暇だな。まだ来ないのかな。
留守番電話サービスセンターに接続します。あれの方は発信音の後にメッセージを録音してください。ピーハト OK です。お父さんの実家を見てきました。なんかボロボロだったです。バスも1時間に1本しかなくて、今は帰りのバスを待ってます。それで報告ついでに電話したわけなんですけど、留守みたいなんで夜になってからもう一度電話します。それじゃあ。録音に失敗しました。メッセージをお預かりすることができません。え？もう一度発信音の後にメッセージを録音してください。じゃなくて、ハト OK です。お父さんの実家を見てきて、それでボロボロだったと。はい、そうです。って、あれあれあれれ、ヨーコちゃん。いやー、やっぱハトちゃん面白いわ。お腹痛っ。陽子ちゃん笑いすぎ。こっちも笑いたくないんだけどね。まだ食べたばっかで笑うと苦しい。違う。そんなの自業自得だよ。こっちはお腹空いてるのに。ってことがあったんだ。それはそれは、なかなか楽しそうなところでよかったじゃない。そうかな。幽霊の出る旅館に化け狐の出る古いお屋敷、なんかいかにも夏って感じ。私そういう夏は遠慮したいよ。怖いの嫌だし。ハトちゃんお笑い派だもんね。うん、私のいない間、日曜日の午後5時半から6時まで4チャンネルで録画お願い。はいはい、了解。わ、投げやり。面白いんだよ。ま、ハトちゃんにはね。で、納涼ホラーが嫌ならちょこっと不思議なガールミーツボーイ路線の方がどうなの？え？縁の木の下で出会う同じ名前の少女と少年、そんな二人に訪れるひと夏のラブロマンス、いいわね、ハトちゃん。ナイス運命。ようちみたいな女子校じゃ出会い少ないんだから、そういう出会いは大切にしないと。そんなの別に。もう会うこともないだろうしね。そう？そうだよ、お父さんの実家はもう見たから、30分もかけてこっちに来る予定はないし。
街の中でばったりの可能性は？わかんないけど、街も特に見て歩くとこなさそうだからな。どっかに観光名所とかないわけ？そう、温泉に浸かってのんびりするには良さそうなんだけどね。ご飯美味しいし。全部済ませたんなら泊まれば料金かさむわけだし、さっさとこっちに帰ってきなよ。ハトちゃん、ごめん陽子ちゃん、せっかくだからもう少しこっちにいるよ。ヘミズカ駅前です。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。お嬢さん。あ、駅員さん。今日は無事に乗れたようだね。昨夜はお世話になりました。おかげですごいところで寝ないで済みました。なるほど、すごい場所だったようだね。さすがは音に聞こえたお屋敷だ。まあそのいろいろとありまして。まあ大きな怪我がなさそうで何よりだよ。はい、おかげさまで。それで用事は済んだのかな。はい、一応そうなんですけど、せっかくなんでもう少しだけこっちにいようかと。それでですね、またお世話になりたいことがあるんですけど。何かね、何でも言ってみなさい。食べられる場所ってありますか？できればその和食で。